それではお手元の資料に沿ってご説明をいたします。はじめに高齢者施設におけるクラスターの発生についての第一報です。1月6日本市内の高齢者施設におきまして、感染対策を行っている中でクラスターが発生をしております。現在患者の行動歴など積極的疫学調査を実施しており、その結果把握した濃厚接触者等に対しては健康観察とPCR 検査を適切に実施することにしております。1の経緯等です。12月23日患者となった知人の濃厚接触者として高齢者施設の職員1名が PCR 検査を実施したところ、翌日陽性が判明をいたしました。このため12月24日以降職員24名そして入所者35名について複数回PCR 検査を実施したところ、1月6日までに職員1名と入所者3名の陽性が確認されております。結果判明日と公表日は括弧内に記載をしているとおりです。入所者2名につきましては感染症指定医療機関等へ入院し、1名は同施設内で療養をされています。また職員についてはいずれも療養が終了されております。本人等からの申告によりますと、発症前14日以内に渡航歴と県外往来歴はありません。2の患者の概要です。職員20代1名と30代1名はいずれも市外在住者のため本市の患者には含めません。また入所者ですが70代1名、80代1名、90代1名の3名で合わせて5名となっております。居住地は市外在住者を除いていずれも広島市で、症状は全員軽症と聞いております。次に事業所におけるクラスターの発生についての第一報です。1月9日本市内の事業所におきまして感染対策を行っている中でクラスターが発生をしております。現在患者の行動歴などを積極的疫学調査を実施しておりまして、その結果把握した濃厚接触者等に対しては健康観察と PCR 検査を適切に実施することにしております。1の経緯等です。1月4日に新型コロナウイルス感染症であることが判明した患者の事業所において同事業所の従事者のうち3名が体調不良のため医療機関を受診し PCR 検査等を実施したところ、1月9日までに全員の陽性が確認をされました。このため現在患者と接触の可能性のある従事者全体で約170人程度ですが、PCR 検査を順次実施しているところです。これら患者の方の結果判明日と公表日は括弧内に記載しているとおりです。患者についてはいずれも宿泊施設等で療養をされております。また本人等からの申告によりますと、発症前14日以内に渡航歴と県外往来歴はございません。2の患者の概要です。年代は従事者については10代が2名、20代が2名、40代が1名の計5名です。居住地はいずれも広島市で、症状は軽症と聞いております。続いて市政記者クラブの皆様を通じて事業者や市民の皆様にお伝えしていただきたいことがございます。本日は感染拡大を防ぐためにということで、こちらの画面の方でもご覧いただければと思います。まずはじめに高齢者、障害者などをケアする事業者の方へのお願いです。後ほど詳しくご説明いたしますが、手指の衛生が非常に重要です。必ずこまめに行っていただきたいということです。また手袋を着用し、そしてマスク、エプロンで可能であればガウンの着用をお願いしたいと思います。そして特に食事の介助や口の中のケア、排泄のケアをする際にはマスクをした上でフェイスシールドを着用していただくと良いと考えています。これは顔にウイルスが付着して体内に侵入するのをそのフェイスシールドで防いでくれます。またドアノブやテーブルなどの消毒に加えて換気を徹底していただきたいと。そして利用者とご自身の健康管理ですが、特に従事者の方は体調不良があるときは仕事を休んで直ちに医療機関を受診していただきたいと考えております。
そして市民の皆様へのお願いが3点ほどございます。はじめに1の基本的な感染対策の徹底をお願いしたいことです。具体的にはマスクの着用、そして石鹸での手洗いで、アルコール等の消毒薬による手指の消毒です。最初にマスクですが、マスクは正しくつけていただきたいと思います。以前も申し上げましたが、プリーツを広げてノーズワイヤーの部分をこちらのように鼻の形に折り曲げて、そして鼻から顎までを確実に覆ってください。今こちらの画面の図にありますように、鼻が出ている鼻マスク、顎をにずらして口元が出ている顎マスク、そして話すときにはマスクをずらすというようなことをすれば、ウイルスが鼻や口から入り効果がありません。そして次に、外出から帰った後や食事の前、調理の前、そしてトイレの使用後など、こまめに手を洗っていただきたいことです。皆さんも手を重ねてすり合わせてみていただくと分かりますけれども、指先や指と指の間は洗い残しが多いということがこちらの図でも分かります。こうした中で石鹸による手洗いとアルコールによる消毒の手順を皆さんと確認したいと思います。まず石鹸による手洗いの手順です。ポイントですが、石鹸を泡立てて手についたウイルスを浮き上がらせて水でウイルスを洗い流すことです。絵に描いた順番にはこだわりませんが、手の甲、指先、爪の間、指の間、そして親指と手のひら、そして手首をきちんと洗っていただきたいと思います。そして次にアルコールによる手指の消毒の手順です。ここのポイントは1にあるように、まず十分な量の消毒薬を手のひらに取ってください。少量ではダメです。そしてアルコールを両手の指先、手のひら、手の甲、指の間、そして親指、手首にすり込んで、手についたウイルスの膜を壊して毒がないようにすると。でアルコールで消毒する場合は、とにかく十分な量の消毒薬を取ってしっかりと手指にすり込んでいただきたいということです。そして次に職場における感染対策をお願いしたいことです。職場における感染リスクとしましては、以前から申し上げておりますが、休憩時間に入ったときなど、居場所が職場から休憩室や喫煙所、更衣室などに切り替わると、気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まることがあります。居場所の切り替わりというのをキーワードにして気をつけていただきたいと思っています。中でも休憩室での感染の可能性が非常に高いと考えております。ですからこちらにございますように、休憩室の工夫をいくつかご紹介しますと、はじめに手洗いや手指の消毒、マスクの着用、これも絶対です。そして次に密にならない工夫としてしっかりやっていただいているところでは、テーブルや椅子の間隔を例えば1メートル以上空け、対面にならないようにしております。また休憩室を使う時間をずらす、あるいは休憩室を複数箇所設けているところもあります。そして一番大切なところは、飲食の際会話は厳禁です。これは最近こういったことを徹底している事業所等も増えてきております。あとテーブルなどよく触るところはこまめに消毒し、出入り口の開放数センチでも良いのできちんと開けて換気を心がけていただきたいと思います。そして最後に3のご自身の体調の変化に注意していただきたいことです。最初にありますように、新型コロナウイルス感染症は発症しても発熱がなく、喉の痛みや鼻水だけのこともあります。また一度発熱した後に一旦熱が下がり、数日後にまた発熱して咳や味覚嗅覚障害が出る方もいらっしゃいます。その症状は同じではなく個人によって差があります。このためご自身の体調で
いつもと体の調子が違うと感じたら、まず仕事を休んでください。そして会食などの参加を断り、身近な医療機関をすぐに受診をしてください。発熱などの症状があり、いつもと体の調子が違うと感じたら、以前も申し上げましたが、まずは身近な医療機関に電話で相談をしてください。また相談先に迷ったら、市のコールセンター、左側にありますけれども、082-241-4566、24時間対応しておりますので、こちらにご連絡いただければ、診療あるいは検査医療機関をご紹介し、 PCR 検査等を受けていただくことが可能です。以上ですが、本日申し上げましたことにつきましては、市政記者クラブの皆様にこれまでも取り上げていただいていると思いますが、マスクや手洗いがなぜ必要なのか、また正しいマスクの着用や手洗いをどうやるのかという基本が理解できていないと、本当の感染対策にはつながりません。また高齢者や障害者などをケアしていただいている事業所で、感染対策について食事の介助や口の中のケアなどは、やはりフェイスシールドの着用は大変有効であるということも言われております。私ども広島市の方からも引き続きこういった啓発に努めてまいりますが、ぜひ市政記者クラブの皆様からも報道の機会を捉えて、ワンポイントアドバイスのような形でお知らせいただくと大変ありがたいと思っております。私からの説明は以上です。はい、それでは質問をお受けいたします。質問のある方は社名とお名前を名乗ってからお願いいたします。指名を受けましたらマイクを持ってまいりますので少々お待ちください。それでは質問のある方いらっしゃいますか。はい、中国新聞です。中国新聞の久保田です。よろしくお願いします。はい、高齢者施設のクラスターの件でですね、1件目の方が他の保健所が公表されたということになっていますが、これ要するにこの下に書かれているのは市外在住者のためということと同じこと。あ、そうです。そうです。他の保健所が公表というのはその通りです。そうすると、その患者概要のところで、お二人が市外在住者となってまして、で下に居住地広島市になってますけども、これ要するに5人中3人についてはだから広島市だけど、残り2人については広島市ではないということで。はい、その通りです。あとですね、人数で職員24人と入所者35人の検査をしたってなってるんですけども、これは全職員と入所者全部と考えてほしいんですか。そうですね、そのように聞いております。わかりました。あと2件目の事業所の方なんですが、170人を今検査してるっていう話があったんですけれども、これだからいわゆるこの事業所 全体の職員さんというか。そうですね、はい、かなり大きな事業所ですので、全体をですね、これ調査した方が良いというふうにちょっと判断しまして、今事業者と連携して今調査していると、そういう状況です。濃厚接触じゃない人も含めても。あ、その通りです。はい、分かりました。すみません、今日の感染者26とおっしゃいました。あ、25人です。25人です。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。はい、朝日新聞です。朝日新聞の宮崎です。高齢者施設でのクラスター発生についての件で、他保健所が公表されたというのは、これ、県内、いずれも県内という理解で。あ、県内で結構です。はい、その通りです。あとすいません、ちょっとあれですけども、1月8日この今回この関連で明らかになった5名の方々で、一番最近明らかになったのは1月8日の1名だと思うんですが、はい、この時点でクラスターの発生というような発表がなかったら、何かこの理由があるんでしょうか。あ、そうですね、実はですね、今一つの事業所とか、あるいは施設でやはり5名のですね、感染者が出ていることがあります。しかし我々の方でそれぞれの個人の方にどういったような感染経路があったのか、それをですね、全部調べて、そしてその施設内でクラスターといわれるものが起きたのかどうか、そこをですね、まずじっくり吟味しておりますので、単に陽性が判明して発表しただけではですね、そこではクラスターの認定というのはですね、できないと思っておりまして、そういう調査をですね、しっかりした上で皆様にクラスター認定をして、こうなりましたというご説明をさせていただいているという状況になります。あ
がとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいますか。はい、読売新聞。読売新聞の寺田です。よろしくお願いします。クラスター2件についてなんですけども、いずれも感染経路として、例えば注意喚起でおっしゃっていただいたような休憩室で談笑されてたりとか、何らかそういう飲食されてたとか、そういったことはあったんでしょうか。そうですね、今回の件、今回のですね、この2件のクラスターについてそうだということはまだ申し上げられませんけれども、今私ども調べているケースでですね、感染したケース、クラスターもそうですけど、多いのは、やっぱり休憩室でのやっぱ飲食の時ですね、これが非常に多いということが分かっています。で、そういう中で最近施設の方ではとにかく休憩室で飲食をするときには会話は厳禁だと、やってはいけないというですね、施設も出ておりますので、そういう中でもですね、まだそこは徹底されてない、事業所であるとか、あるいは施設についてはですね、そういった感染がやっぱり起きているというのがですね、現状です。ですから、ぜひですね、そのあたりを、非正規記者クラブの皆様を通じて、発信していただきますと大変ありがたいと考えております。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。 NHK さん。NHK カードです。ありがとうございます。ちょっと数点お伺いしたいんですけども、1点は今日は呼びかけのところで、例えば医療従事者の方への、この徹底とか、要は高齢者、障害者の方へのケアの徹底と、これ初めてだと思うんですけど、とか、さらに今までおっしゃられた場所が変わるときのことの呼びかけとか、あなた、改めて今呼びかけたのは、なんかどういう狙いがあったか、改めて申し上げて。そうですね。今日の呼びかけの狙いとしてはですね、まず一つは今日高齢者施設において、クラスターが発生したというところを捉えまして、いわゆるその高齢者施設、あるいは障害者施設においてのですね、こういったクラスターの発生を予防する、あるいは仮に起きたとしてもですね、適切な対応していただけるようにという趣旨で、まず今日呼びかけをさせていただいたのが一つ。そしてもう一つは、やはり事業所におけるクラスターが発生しているということで、この事業所ではございませんが、やはりこういった事業所で起きている、感染というのは、やはり今の居場所が切り替わる、例えば職場から喫煙所で、あるいは職場から休憩室で、あるいは更衣室でというところがありますので、ですから今日この2件を踏まえて、だいたい全体的な流れをですね、皆様にお伝えさせていただいて、そしてより、しっかり注意していただきたいと、そういう趣旨で今日は挙げさせていただいております。その上でちょっと一時期こう感染抑制になってからまた一回増えたけど、またなんかこう下がってきているようには感じるんですけども、この辺今局長どのように今市内認識されているかお伺いできますか。そうですね、つい先日、1月8日だったと思いますが80人、それからですね30人台に落ちて、今日は25人という形になって一見こう落ちてきているように思ってます、見えていますが、決してそうは思ってません。たまたま今ここは連休中で、例えば空いている医療機関がですね、少ないとかですね、そういったようなことがあって一時期少なくなっているのではないかと。ですからそういう意味では今日から社会的な活動がまた開始されてますので、明日の件数あるいは明後日の件数をですね、こう見て、そこでも現状のようなですね、数字で推移していくとですね、若干こう下がってきているのかなということで、今の段階ではまだですね、予断を許してません。そういうことで引き続き皆様にはしっかり感染対策をですね、お願いしたいと、そのように考えております。最後になんですけども、今日湯崎知事の方が、さっき会見をしてですね、17日までの集中対策期間、これについては解除してこの減り続けていく状況ではないということで、ほぼほぼその延長の方向で検討しているような発言をしていますけれども、これについては局長、ごめんなさい、お伺いした恐縮なんですけれども、この辺どういう認識かということとか、あとはやっぱりその早めに手を打とうということだと思うんですけれども、この辺局長どのようにお考えになられるか一言いただきたい。そうですね、おそらくまだ知事の会見、私は聞いておりませんけれども、まずやっぱり知事がご判断されるにあたっては、私どもの広島市だけではなくて、やっぱ全県、つまり呉であるとか、福山であるとかですね、やっぱ他の市、町のですね、状況も見ながら、感染の状況も見ながらご判断されるというふうに考えておりますので、そういった中でのですね、発言ではなかったかというふうには推測しています。ですから、我々としては引き続き、広島県と連携して、とにかくこの広島市内の感染者のですね、抑制を図っていく、
あるいは感染者数を減少していくというところに、まあ、全力を尽くしたいというふうに考えています。他に質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。内容ですので以上で終了いたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。